皆さん、こんにちは。バレーボール日本代表の石川真佑選手の可愛い寝姿が公開されました。どうやら同部屋の選手がオフショットを投稿したようなのですが、それを見たファンからはほぼほぼカップル W というような声、または似たようなコメントが多数寄せられました。選手としての活動がこのようにダダ漏れの石川真佑選手ですが、私生活はどうなのでしょうか。いろいろと情報を集め調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。バレーボール日本代表の石川真佑選手の可愛い寝姿が SNS で公開されました。同じくバレーボール日本代表として共に戦った林琴奈選手が自身の SNS で公開しています。その際、遅くなったけど私も乗せようかな。同部屋だった石川さん、今年は特に一緒にいる時間長かったけど、私のおしゃべり相手に付き合ってくれてありがとう。何回も爆笑したねとコメントして、石川真佑選手の素の姿を自身のインスタグラムに9日投稿しました。パリ五輪の開会式中の写真や、メジャーで観戦した写真、ネーションズリーグで銀メダルを獲得した時のツーショット写真などを載せますが、中には仲がいいからこそ見せる素の石川真佑選手の表情が垣間見えました。髪の毛をボサボサにして顔が真っ赤になった姿や、ベッドで体を90度に曲げて枕を避けるように眠るといった変わった寝姿、笑顔のドアップ動画などオフショットを上げていました。 SNS では2人の仲の良さが伝わってきて、こちらも楽しくなります。まゆちやんばりかい、素敵な写真をありがとう。まゆちゃん特集ですね。ほぼほぼカップル W とコメントが寄せられました。その投稿を見たファンは次のようなコメントを寄せていました。メガネ姿が似合っていますね。これならメガネ会社からの CM のオファーが来そうです。兄弟で揃って出演すれば爆売れ効果抜群では。海外で技を磨いてほしいですね。日本代表のリベロも移籍とのこと、海外で新しいものを掴んできてほしいですね。毎回こういった記事で話題になるのは可愛すぎるという飾りです。コメントの中にはそこまでという言葉が多く、報道する際には十分注意する必要があります。さて、そんな石川真佑さんには現在お付き合いしている人はいるのでしょうか。パリオリンピックでも活躍したバレーボール選手の石川真佑さん。そんな石川真佑さんのこれまでの恋愛遍歴や、これまで噂になった男性にはどのような人がいたのでしょうか。最近ではバレーボール選手と聞くと、まず石川祐希選手を思い浮かべるという人が多いかもしれません。石川真佑さんはバレーボール男子日本代表の石川祐希さんです。これといって注目されて報道されていたわけではありませんので、ひっそりと高校野球を経てプロに入っているということが結構当たり前かもしれません。兄弟ともに世界的に活躍しているバレーボール選手という奇跡に驚かされます。ちなみに2人は仲がいいそうで、石川真佑さんはお兄さんを優くんと呼んでいるそうです。昔から一緒にゲームをしていたなど、試合で見るかっこいい姿とは違ったほんわかエピソードもファンの中では知られています。石川真佑選手は2000年5月14日生まれ、愛知県の出身です。石川真佑選手のお父さんは石川幹久さんといい、昔陸上短距離の選手として実業団のデンソーに所属していました。石川真佑選手のお母さん石川みどりさんといいます。昔バスケットボールの選手で、やはりデンソーに所属していました。石川真佑選手のお姉さんの名前は石川直美さんといいます。石川真佑さんより6歳年上であること以外他の詳細は不明です。そして石川真佑選手のお兄さんは石川祐希さんです。1995年12月11日生まれ、イタリアプロリーグパワーバレーミラノ所属で日本を代表するバレーボール選手です。兄の影響で小学校からバレーボールを始めた石川真佑選手は、その類まれなる実力で幼少期より将来を期待されていました。小学校は岡崎市立矢作南小学校で、小学校3年生の時に地元のバレーボールクラブチーム安城北ラビッツに入団します。中学校からは愛知県を出て長野県の強豪校の長野市立裾花中学校に進学しています。その強豪校の中でも1年の時からレギュラーに定着し、全国大会優勝を2回と準優勝を1回獲得し、3年生の時にはキャプテンも務めています。
高校は木村沙織さん、荒木絵里香さん、黒子愛さんを輩出した強豪校の下北沢成徳高校に進学し、黒子愛選手とは一緒にプレーしています。高校でも1年生からレギュラーになり、黒子愛選手が卒業してからはエースとしてチームを引っ張りました。全国高等学校総合体育大会で優勝し、さらに2017年1月の第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会でも優勝して全国制覇を達成しました。2018年度はチームの主将に就任しました。全国高等学校総合体育大会では3度目の大会制覇を達成しています。国民体育大会の少年女子バレーボール競技の部では東京都代表として参加して優勝し、高校総体との2冠を達成しました。全日本バレーボール高等学校選手権大会では3冠をかけて挑みましたが、東九州龍谷高等学校との準決勝セットカウント2対3で敗れてベスト4となりました。高校卒業後は東レアローズに入り、日本代表にも選ばれ、今後の活躍にも期待されている選手です。ところでそんな石川真佑選手に彼氏はいるのでしょうか。石川真佑選手といえば女子バレー日本代表のエースと言っても過言ではないでしょう。実力と爽やかな笑顔がセールスポイントで、最近メディアへの露出も増えています。女子バレーボール選手は濃い大きい方が多いイメージがあります。果たして石川真佑選手に彼氏はいるのでしょうか。調べてみたところ、現在彼氏はいないようです。今年で24歳を迎え、結婚適齢期ではありますが、でバレーボール選手として非常に重要な1年でもありました。イタリアへの移籍を果たし、是が非でも結果を出したいところでしょう。今はバレーボールに集中すべきということで、恋愛は封印しているのではないでしょうか。今年こそ趣味を作りたいんです。大人の女になるならやっぱり料理ですかね、と新天地で挑戦する石川真佑さんは、家族が心配するほどの無趣味です。小学生からバレーボール一筋、中学高校で全国優勝を経験し、高校卒業後の2019年には U20 世界選手権、さらに他国はシニア代表が出場する中、若手主体で挑んだアジア選手権でも優勝しました。日本代表にも選出され、ワールドカップと2021年夏の東京オリンピック2020にも出場しました。華々しい戦績は増える一方ですが、バレーボールがなかったら何をしていいかわからないというのもあながち冗談ではないそうです。そう断言するのは下北沢成徳高の同級生で、共に東レへ進んだ野呂加奈子選手です。コロナ禍でリーグ中だけでなく、私生活から徹底して感染予防に努めてきたので、みんな基本的に寮の部屋から出ないんです。でも部屋で好きなアーティストのライブを見たり、みんなそれなりに楽しみ方を見つけていたけど、真佑は全くない。下手したら部屋の中でひたすらストレッチしてバレーボールの映像を見ていたんじゃないかって心配するぐらい無趣味。面白いエピソードが何もないのが真佑の面白さなんです、わら、と冗談めいて語っていますが、どうやら本当のようです。趣味にするならば料理を、と挙げる割にはヨーグルトとブロッコリーがあれば十分と話し、食は堪能するものではなく栄養を摂取するものという発想しかないそうです。そんな22歳が趣味を持ちたいと欲するのには、年齢を重ねただけでなく別の理由もあると言います。オンとオフの切り替えが下手なんです。だからバレーボール以外にも何か楽しく没頭できるものがあればもっと楽にできるのかなってと語っていました。東京オリンピック2020で切り替えの重要性を悟ったそうです。明るい表情で練習に臨んでいた薩摩川内の合宿中も、楽しさの中に時折不安を覗かせていました。コンディションがあまり上がってこなくて、ここから徐々に上げていけばいいと思う気持ちもあるんですけど、周りを見るとすごい選手ばかりだから、一つ一つを見てうわーすごいなと思うし、負けたくないと思っちゃうから、割り切っているつもりでも割り切れない。一回結果を出せれば変わるのかなって思うんですけど、なかなか難しいですね、と述べています。切り替える必要性を嫌というほど痛感させられたのが、東京オリンピック2020の二の舞にならないように趣味を見つけたいとのことでした。いかがだったでしょうか。今回は石川真佑選手について深掘りしてきました。実は
石川真佑選手は無趣味ということも有名です。暇さえあればバレーボールのことで頭がいっぱいとのことで、それはそれで良いことなのかもしれませんが、気分転換は誰にも必要でしょう。メンタル維持のためにも重要なことだと思われます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。